下手になってきた。コケムしてますね。コケムし、道自体がコケムしてたりしますからね。ああいうとこ雨が降った後だと結構シャレにならないくらい滑ったりしますね。あ、ここから新しい。晴れてると思ったけど何気に雨範囲広いな。雨範囲ちょっと X バンド見とくか。よし、ここから2人かな。かわいい、わら。かわいい、ラグすごい。萌え彫刻家の家ですか？萌えかな、微妙だな。雨情報来ない。ちょっとしばらく放置とこう。ラグすごいですな。ここにもなんか記事の、ああさっきのバス停のタヌキはこの人かな。なんとなくあの面の大きさというか形の単位がなんかそんな感じに見えるけどな。この辺りってこんなになんかいろいろあったっけ。え、隅ロボさん、隅原、ああ。更新、あのですね、皆さんがあの更新せずにリロードせずに見続けていると実はどんどんあの実際のこちらが映像を流している時間との差が広がっていってるんですよ。この FML 配信っていうあのなかなか映像が綺麗に映る配信なんですけど、この方式だとどうしてもなんか電波状況悪いってことだとそういうズレが発生するんですよね、という説明は言ってるのかな。なのであの最新の情報にリセットするために皆さんの方で再読み込みしてもらわないといけない。振り終わってます。嘘なのは分かった。前来た時はこっち側から走ってきてたはず。茶畑。よいしょ。お、電波今切れてるかな。これは木が落ちたのか、木が倒れ込んだのかな。延長はできてたから真っ暗なままか今。
涼しい。収穫してるのかな。あ、上の方にお茶畑も見える。さて、ちょっとチェックしてみよう。上り0キロだな。ネットワークが切れてるわけではないな。一応再接続かけとこう。開けてきた。これは電波入ってもいいんじゃないかな。熊のテスです。パソコン対応してる熊。あら熊さん。熊です。今どの熊の話だ。もう一遍 FMLE を合図来ました。繋いでみる。あ、プライマリサーバーで、プライマリサーバーエラーで始めた。利用を止めて、これで通常配信。通常配信と。ある日森の中。あ、森で始めた。あ、惜しい。これ FMLE 使える待機なのに。FMLE が使えるぐらいの待機なのにエラー出始めました。 FMLE 今ここお願いします。今ここはちょっと待ってください。いや、今日は PC です。ノートパソコンです。いい景色。あー、 FMLE ダメになったから今ちょっとコマ数犠牲にして。クマが、さっきからクマの話どうなってる。一体どこのクマの話ですか。あれ、iPhone どこ行った。iPhone4。 どこの集落だろう。綺麗な景色。ちょっと待ってくださいね。どこ行った。この中か。この中じゃない。あれ、 iPhone4 どこ行った。あ、こっちだ。これだ。クマの話どうなってる。一体こうしてこうして私です。こう。
これで今ここが送られてるんじゃないかと思います。お、女ダメ。あとですね、ちょっと X バンドチェック。うお、何この雨。結構近くの北の方雨が通過していってますね。降ってんだ今日、ところにより。危ねえ。今ここ捕捉しました。まあこれ大丈夫ですね、これで。逃げろ。じゃあまあ洪水駅目指してまた走るかな。ゲリラ豪雨が迫ってます。豪雨、局所的だけどえらい強い雨が降ってますね、場所によって。やべえ、カタカナでやべえ。また雨との追いかけっこが始まります。雨との。急いで下山だ。追いつかれたらあっさり輪行しますよ、私は。行きは今日町田乗り換えで、町田乗り換えで長い間歩いて小田急線で来たんですけど、帰りはちょっとお金が高くなるけど、神津駅から JR だけで輪行しようかなと思ってます。これ左でいいかな。いいかな。よし。そう、水弱いです。放送も録画も全部諦めれば完全に雨装備固められるんですけどね。グリーンですか。カクカクはこれ FMLE が使えなくなっちゃったんでエラー出始めて。雨すごい。生活防水ウェブカメラとか、前マロさんが得てた水中撮影にも耐えられるフォトモドボンドでの加工すごいよな。あれ私もあれ真似してウェブカメラの隙間に全部ホットボンドっていう、樹脂を入れて固めて。いや毎週やってないです。月1くらいしかやってないですね最近は。あれ真似してやったんだけど雨が降っただけで見事に浸水した。水中に入れるどころか。神奈川の真ん中はめっちゃ晴れてるよ。真ん中この辺りのですね、今北の方の道志道あたりかな、なんかその辺りを結構な雨が通過してますね。とりあえず野外駅沿いまで降りて、まずは松田駅方面かな。雨情報、ごめんしてたお。あ、大丈夫、すいません。ちゃんと聞こえてなかった。ちゃんと聞き取れてなかった。真っ赤なとこありますよね。都内も晴れてきました。都内も多分場所によるんじゃないですかね。雨は局所的みたいです。またなんか登ってるよ。集落だ。あと今カクカクなのは通常発信でも高画質寄りにしてるためです。滑らかそう犠牲にして、なんか半端に滑らかにするよりは画質に振った方がいいかなと思って。よし。これは神奈川近くの世田谷
ヶ谷は曇りで風が。バイオトイレか。上りは風が。フルーム。降り始めてますか、やばい。あれ、ここも多分初めてかな。あそこになんか木製を銀色で塗ったようなお地蔵さんが。また生地だ。生地の木彫りの人形。人形って人じゃないか。どこ？この辺りはまだ聞こえないですね、雷は。しかしこんにちは、なんか登ったり下ったりしてる。でもうすぐつぶらトンネルだっけ、透明のトンネルの上あたりのはずだ。それ越えたらもうだいたい一直線に下りかな。ツール・ド・フランスは特に見てないです。レース方面は全然見たことなくて、本当に自転車旅行だけの自転車の使い方してます。まあ旅行というかポタリングというか峠登りというか。山雲来ますか。流れまではちょっとよく見えてないんで、さっきは割と近くにアメエリアがあってビビりました。まあレインカバーとレインウェアの上半身だけは持ってきたんで、全部引き出してしまい込んで固めてしまえばまあなんとか走ることはできます。神奈川西部は雨のコースギリギリセーフっぽい。ギリギリ。お、これは右だ。これは何だろう、嵐か。中川、大根山、嵐かな。で、山来た。フォントが独特だ。よし。これがトンネルのちょうど真上あたりかな。うん。シャワー、どれの話だ。チームスカイのジャージ着てたからつい。あ、チームスカイ、すみません。チームスカイは何かを知らずに来てます。いや、何かは大体分かってるんですけど、どういう構成員がいるかとか、どこの国かとか全然知らずにやってます。純粋にただ青いから。今の嵐ですかね。気持ちいいわ。おお、かなりの急坂。苔も生えてる。だいぶ下ってきました。もうちょっと電波はある程度良くなっていると思います。下り線の方ですかね。南側の方です。いや、まあ北側も南側も両方
上をこぎってるけど。おお、新しい道だ。今はラグはないな。今は復活してますかね。ああどうかな、あんまり海外レースって景色見るの楽しいからいつも見てる。ああ海外レース私も見たことないで、景色もどんなんか分かってないです。プト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 、今ちょっとだけ動き寄りにしました、設定を。分岐間違えてない？分岐、いや大丈夫です、間違えてないです。今あの GPS 上でちゃんと予定ルート上にいます。あれ予定ルート自体が間違ってるって可能性もありますけどね。このまま行けば野外駅の近くに出る。プチプチ脱出。うん、あ脱出治りました。ああこの道多分、ま、これは初めてだな。ちょっとこの目が痛くなる。なんて言ったっけ、この二重丸舗装のことをなんて言ったっけな、もう忘れた、何だったっけ。イカリング舗装じゃなくてオニオンリング舗装じゃなくて何だっけ、なんかそれは確かにぴったりだって思うような俗称があったと思うんだけどな。ポンデリング、ポンデリング、いやちょっと違う。ポンデリングは丸が丸になってる、丸が連なって丸になってるので。イカリングはそれほどでも、オニオンリングの方が若干好きかな。30分延長しました。で、あの舗装があるっていうのはかなりの急坂なんですよね。そうそう急坂マーク25キロ。ハスコラ、ハスコラ、いやそれも違う。カルピス舗装、カルピス、カルピスかな。で今日は配信は、10時に始めたからまだ大丈夫ですよね。矢賀なら合ってます。矢賀ですよね。あ、そうそう、山北駅で戻る、単純に戻るんじゃなくて、あのわざわざ通ったこと、今川焼きも違うな、ちょっと違うな。ドーナツというのもなんか言ってたのじゃなかったような。うん、もう集落まで出てきましたね。集落というかあの下の住宅、ブレーキ、ディスクブレーキですから。でディスクブレーキも結構鳴るって聞きましたね。そういや私は今のところブレーキの鳴りはないですけど、ブレーキかけてない状態でかすかに吸ってる。いやセミは全然まだ聞こえないです。あと1時間、1時間、あ配信6時間区切りですよね。ここは何、何も書いてない。うーん、この辺りが、あそうか、トンネル絡みの建物かな。これはすぐそこがあのトンネル出口ですね。ん、滑らない。ここの辺りかなりな急坂。そうね、油圧、そうです、あの油圧で動くやつです。でも V ブレーキの方が単純でよかったな、軽いし。ディスクブレーキいいね。ディスクブレーキ私はなんか今のところあんまりですね。輪行の時にあの間にパッドの間に物を挟まなきゃいけないらしいこととか、あとあのワイヤーがあの普通のブレーキだったらちょっとこの取り回しのワイヤーが長すぎるなと思ったら調整し、あの自分で切って調整し直したりできるんですけど、油圧ブレーキだと中の油抜いてからどうこうするとかいちいちやんなきゃいけないみたいなんで、あ今ちょっとなった。なのでディスクブレーキはなんか自分で目つするのすごくめんどくさそうな気がします。まあでもワイヤーが錆びたりすることがないわけかな、これだと。え？降りてきた。で向こう側が あっちのあたりが野外駅ですね。感知ブレーキに将来変えましょう。感知ブレーキか。
だったら V ブレーキの方がやっぱりいいな。何のブレーキ？ V ブレーキがいいです。やっぱりマウンテンバイクとか、まあ、クロスバイクも一部使ってありますけど、 V ブレーキが構造簡単だし、それなりに効くし。でも今マウンテンバイクだったら大体もうディスクブレーキですね。 V ブレーキのモデルはあんまりない。多分半分以上はもうディスクブレーキじゃないかな。半分どころじゃないかな。個人的なイメージとしては4分の3ぐらいディスクブレーキになっちゃってる感じです、マウンテンバイクのモデルのうち。で、まあ川の向こう側に渡ってもいいんですけど、しばらくはこっち側の道走ります。エアブレーキ、振動だけど雨の下り時に効果あります。そうそう、雨の時っていうのはそうらしいですね。まだそのシチュエーションに遭遇してないだけです、私は。雨雲、矢光峠の先、矢光峠か、ああ、やっぱ近いよな、結構。矢光だとここから2、30キロぐらいかな、もっとあるかな。雨の日のディスクブレーキは涙が出るほど安心します。おお、いや、そのありがたみを味わってみないとまだ言えないのかな、最終的な評価は。でもただ雨の日ってだけじゃなくて、峠からの下りで雨だったりする場合ですかね。15時ですね。江ノ島方向だから大丈夫、うん、方向だから、雨の話ですかね、今のは。そうそう、気をつけてないと。それじゃ雨雲の中に突入して試してみましょう。笑ってみましょう。今日はちょっとやばい。一応レイン、あのバックのレインカバー持ってきたけど、本格的な雨だとかなり中に入るんですよ。うちはフェンダーは泥除けですかね。泥除けはですね、手持ちのやつつけようと思ったらうまくつかなかった。このなんていうんだっけ、このところ、フォークの、ま、あの真ん中の、タイヤの真上に当たるあたり、そこに泥除けの取り付けるためのアタッチメントを設置しなきゃいけないんですけど、それがうまくくっつかなくて、なんかパイプの径の問題っぽい。お、いらっしゃいませ。厄介ですね。本当に。うん、普通に走っててのことかな。こっから先246をまだ避けられる。バック防水だからバック。今日のバッグは実は防水じゃないバッグです。これにレインカバーをくっつけることができるんですよ。でもやっぱり専用のオルトリーブのに比べると全くもう話にならないですね。でここから左側の道に行って、ずっと避けられますね。信号右？右っていうと何の話でしょう。まあこれ左の方に行く分には問題ないとは思うんですけど、まあ念のために待ってます。あ、ここ新マリコ橋だ。神津駅を目指してます。 JR の神津駅、国富津駅と書いて神津駅。松田駅のあたりから川沿いに出れば、神津駅から電車で東海道線と
行かないです。前私は2465のあのひどい道は経験しているので、長何まで行って長津田、長津田だったら私の最寄り駅の2つか3つ隣ですね。長津田だから2つ隣か、中山東海市場、長津田。246のこの辺りにひどいんですよ。歩道もろくにないし、車道はこの路側帯っていうこの白線の隣がほぼない。でもって車は高速道路相当で走ってるし。じゃあ鴨居駅で、鴨居駅隣駅ですね。やっぱり私は一駅輪行はついこの間だったな。そういえば、いや二駅輪行だ、あれ指添駅から土合駅で土樽駅だから二駅輪行してますね。堂々と真ん中は知っちゃえば、県道76号線ですね。あの自分の権利、その車道を走れる権利と自分の安全のために中の方を走るって考え方もありますけど、私は車をなんか待たせてイラつかせるのも危険だと思ってます。青葉台、あ、知らないです。すぐ近くですね。まあ、さっきの話の続きですけど、といって端っこばっかり、あんまり寄るのも危険ですね。246の旧道か、これ、うん、こっち旧道の方です。246は本当自転車走れる道じゃないですよ。走れなくはないけど走りたくない。あ、トンネルも結構ありますからね。え、禁止いつ？数年前って私はかなり昔に通ってますけどね。禁止なんていう話は聞いたことなかったな。246はあそこ本当危ないですからね。危ないですよね。もうすぐでもないか、もうしばらくしたらあの往復の往路の方に合流しますね。曇ってきたな。曇りは、まあ、あの朝からあまり変わってないんですよ。朝から曇りは曇りで、ただ意外と近くに雨雲があるらしい。ほとんどそうですね。実質的にというのは確かにそうです。あそこは本当に車のスピードというか、やっぱり狭さが怖いな。一番あれ、せめて歩道との間のあの柵がなければマシなんだけどな。本当に精神的にすごい圧迫感があります、あの道。止まったかなんかかな。交通省は自転車のこと全く考えず作ったのかな。セミが鳴いてれば完全に、真夏、あ、でも気温は全然今日高くないです。さっき
道端の温度表示だと25度でした。本当に暑くも寒くもなくていい感じですよ今日は。しかも梅雨の晴れ間。今日走らないのはまさに犯罪的っていう、見てる人を全面否定するような。麦わら帽子。うん、ちょうどいいね。気温ちょうどいいです。これでも国道なの。今ここは県道じゃないかな。電波良くないですか。コンクリート舗装の丸い跡はコンクリートリング、コンイカ略。コンクリートリング、コンクリートリングという名前の表面仕上げなんですかね。自転車で上がった時警察に 100km 出ないか略、うん、100km。 何、私は前羽田空港の近くで、今なんかヘルメットに当たったな。おにぎり食ってないです。なんか同じ人聞いてませんか。おにぎり食ったって何度も聞かれてますよ。今日は天ぷらそば食いました。大量の天ぷらがついてて美味しかったです。あといろいろ五右衛門風呂とか見てきました。入ってないけど。ん、何の残骸。100キロ。自転車道、いやー、整備するほど自転車人口を考えるとすごく高い税金になるんじゃないかな。車より高くなるんじゃないかな。そう、自転車道を整備するという目的から逆算して考えると。道路の整備でいうと車の税金の恩恵を受けてるなとはちょっと思います。あ、これで合流したかな。ん、都会ならいいけど山と川、趣味の人しか走らないもんね。趣味の人、あ、山、そうですね、そうそう、ああいうところは明らかに利用者よりもっていうのかな。自転車税ちょっとなら払ってもいい。でもほとんど言い訳のためですね、それは。ん、竹、あ、コンクリート、さっきの舗装のことか。餅、うん、この配信者さんとのなんか絡みをさせるようなことは言わないでください。あちらもその絡むことを希望してはいないと思うので。いや、どうぞすいませんだ、今のこれがさっき登ったとこですね。綺麗な橋。今パン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 という手打ちが聞こえたのは何だ。あ、今度は回り込めということらしい。はい、こっちからはいけないから。ああ、今はここも完全止めてるのかな。ちょっとこの端っこの方なんで行かせてもらいます。今日の往路の時には通してもらえたんですけどね。今なんか誘導の人がいないっぽい。どこから乾いてるかな。もうそこから出るか。斜水の滝のところから。ん、水が。これはこの横断歩道で渡らなきゃダメかな。押しボタン式。
は61式と、あと一丸式のプロトタイプが手に入ってないです。てか61式は実は見かけたんですけど、優先度高くないんで、その時は買わなかったんですよ。私は74式は好きだけど、61式の丸さはさほど魅力を感じてなくて、とか言ったら好きな人に怒られそうだ。61式はちょっと丸すぎるかなと。全種類、一つの店で全種類というか4本以上買うことがためらわれて、3つとか2つずつ買いました。あれ、地蔵堂ってそっちでしたっけ。私の思ってた足柄峠の地蔵堂とはまた別なのか。とりあえず斜水の滝方面に向かって、あ、来ました。雨雲というか、Xバンド見よう。コーナーか、ね、いかにも。私はそんな全種類コンプリートするために無理して買ったりしないぜみたいなのを見せたかったんですよ、よっと。あ、そのトラック動き始めたからあれと思ったら。あれ、この道はどう行けば。これ右の方に降りたら戻れないな。ん？一丸式ヘッツァーの横。ヘッツァーはいいですよね。乗り心地というか、あの車内めちゃくちゃ狭いみたいですけど、ヘッツァーはいいな。ヘッツァーは渡ってしまわない方が良かったのかな。まあいいか、別に多少間違ったって迷って帰れなくなるようなとこじゃないし。釣りしてる。戦車の魅力何なんですかね。私もなんか自分でよく分かってないんですよ。単に最初にハマった戦車ゲームのパンサーフロントっていうのに出てきたっていう。ん？どの話？ワールドタンクミュージアムとはまた別の、今 UCC にの缶コーヒーのなんとかディープっていうやつについてるんですよ。で、あの戦車模型シリーズの弱点は素材が柔らかすぎること。撃てません。あーですね、ヘッタン使い、ヘッタンって言い方もありますね。ヘッツァ、ちょっとこれじゃ逆走なる。アユフリーですかね、この辺りは。そんな船とか鯉がいるような深さじゃないから。柔らか戦車、あれはもう確か掲載自体もやめてしまったんじゃなかったかな。見てる人ってどのくらいいるのかな。見てる人かなりいるんじゃないかな。そう、押し曲がっちゃってますね。金消しまで柔らかくはないですけど、ここは畜戦車か、ヘッツァ系ですね。戦車のキューポラの上についてるあの機銃の方針がですね、髪の毛みたいな感じです。滑らかです、とても柔らかいです。で、あのメインの方針も結構曲がってます。あの辺りはワールドタンクミュージアムの方は硬かったんですよね。あの方針人に刺さるんじゃないかってぐらいの硬さでした。で、斜水の時は特にあのスルーで行きます。もう何度も見てるので。私は確か今先の方は先端のところはあの立ち入りできないんじゃなかったですかね。サンクス。
東京マルイの全車数台持ってたけど売っちゃったな。マルイ。男なら M4 シャーマン。M4 シャーマン。シャーマンシリーズも人気あったりしますよね。まっすぐしか見えない駆逐さん。まっすぐ。ちょっと待ってください。この辺りからどう行こうかな。素直にちょっと山越えて70、これ何号だ？向こうに抜けてしまった方がいいかな。78号に出て、そっから大雄山線の方に向かえばいいかな。ミリタリーミニチュアは48分の1が好きです。48分の1ってシリーズもあるんですか。私は35分の1しか知らなかった。あと144分の1。ちょっと登るな、こっちは。あ、そうだ、あと雨、雨。横浜雨か。こっちもいつ来るか分かんないですね。待てよ、これこっち行ったら小田原の方に行ってしまうかな。まあそれでもいいかな。秘密工場発見。神奈川県相模原市ですが、雨すごく降ってきました。それは今日は横浜には帰らない方がいい。帰らない方が、その雨で。48分の1はダイキャストと使って重さリア。止まります。わら。いやいや、タイトルに偽りがあるじゃないか、それじゃ。お、あの店は、いや、新幹線使うほどでは。横浜市が強い雨です。局所的に降ってるんでしょうね。ああ、有料、有料証か。先の北足柄小学校前の信号左折すれば坂和川行ける。次の信号で左に行けそう。次の信号で始めたら、どれだ。とりあえず次の信号は了解しました。行ってみます。小田原から箱根。何足柄市。坂和川に出られますかね。さっき橋で渡ってきてしまった。の中に、それは割とありますね。あのパンツの中とかよりも靴底が濡れるかどうかっていうのはかなり、あのスイッチ切り替える場所ですね。確かにもうそこまで達したらどうでもよくなってくる。トイキリンコは新横までですか。もったいねえ。豆腐工場。とりあえずここですね。小学校入り口の交差点。一応待つか。体育館、星きらり、自転車ピカリ、帰り道、
うん、まあなんとなくわかる。すぐ近くに雨来てないな。この先伊勢原市から先あたりが雨ですね。信号無視は、私はそのぐらい我慢できる男であるという。充電変えましたかっていうと、充電っていうとどれの話ですかね。ああ、なるほど。これで坂川側の方に戻るんですねっていつの間にか青なって結構立ってる。母してる42歳です。気をつけよう、見知らぬ人の声かけに。あ、やっぱり声かけること自体がそうなんだ。チョリス、知らない人から声かけられることは問題なんですね。声かけることはよくても。が発生しました。おお。よく声かけられる人がここにいます。はい、私はなんか妙に声かけられます、旅行中は特に。知らない子供についていかないように。それは連れていかないようにじゃないかな。さっきの思った分無駄だったな。ん？ブログがなんてなんて。ブログにこっち来た時のがないのかだったかな。坂はじゃない。斜水の滝で検索すればその時のレポートは確かあったと思います。カメラが横のスピーカーからなんかスピーカー喋りながら、横のスピーカーと対話しながら。最後の炎上が来ました。あ、あと30分ですね。まあ構図まではつかないかな、30分じゃ。ラスト炎上。まあそこから一枠二枠やって今日おしまいですかね、構図について。知らない子供に名前を聞かれても無闇に名乗らないこと、うん、無闇に。あっちの道行けるんじゃなかったっけ。おにぎりは、おにぎり食べてないっす。確かあの道前通ってないかな。うん、まあどっちしろ行ける。ちょっと田んぼの方の道通ります。九州や四国に行ったことはあるの。九州は私実家なんで結構、あ、でも九州にいた頃あまり回ってないですね。で、四国はですね、香川まで行った時のが見たいんだけど行かれると。ああ、あれタイムシフトも残ってたっけ。録画してたかな。かなり失敗してたような気がします、あの時。あのフラフキーさんとご近所ライダーさんと一緒に、高知空港、龍馬空港からスタートして室戸岬通って、最終的にあれは徳島、どこで終わったっけ、どっかの港で終わって、そこから広島に船で渡ったんですよね。ああ、こういう橋とかいいよな。たまになんか蜂の巣ができてたりしてて危険だけど。変な喫茶店、大菩薩峠でしたっけ。台はついたっけ、あそこは。あの中の撮影とかデジカメ撮影も禁止だったけど、あの放送も何もせずに私たちが寄ってきた時は、あれはあの時でしたっけ。あれの場所よく覚えてないんですよね。写真が残ってないから全く思い出せない。でも何食ったかっていうのは、小倉トーストとなんかピザっぽいやつ食べたな。おお。これって土壌の色じゃなくて種類かな。あまりなんか鮮やかに色が違う。見てた。あの時は録画が確かちゃんと録画できてなかったと思います。あの頃はまだタイムシフト機能がなかったんじゃなかったかな。
だいぶすごいですよね。あのオーナーさんが趣味でお城を建ててますからね。うん、あ、何がなくなったみたい。あー綺麗で、このなんか小さいアジサイがいいですね。あ、サドルは結構これ当たりです。前のやつとあまり違和感ないです。今のアジサイは綺麗に色が分かれてましたね。さっきのでかい方のアジサイは真っ白と赤と青というか紫というか。あれ砂利道だ。あれこの道抜けられるのかな。尾形看板は、尾形看板って何でしたっけ。なんか尾形の意味じゃない意味で使ってある尾形マークでしたっけ。んどれがどれが。あーと、これはこの先川渡れるのか。渡れなかったら戻るか。お お、岐阜県はですね、高山のあたり、あの乗鞍越えて高山から下呂温泉まで走ったことはあります。 Google グラスはどうだろう。裸眼視力持っている人じゃないと使えないってことはないんですかね。あとあれ、日本の法律的に今規制はされないのかな。よっ、ガード。端っこの駅、どの駅だ。あのアンパンマンの作者がどうとかいう、あの辺りの時ですかね。柳瀬隆さんのどうとかこうとか、あの辺りの路線なんていう路線だったかな。さっきの道、あ、だいぶ今話がつながらなくなった。川がブロックされてる話かな。川の水はまあ普通。この道沿いに行けば川沿いですかね。あ、柿の種だ。あのしけってくっついてしまった柿の種だ。写真撮って、観音浦っていう名前でしたっけ。覚えてないな名前。これ鮎の形なんですかね。私が見るとあのしけてくっついてしまった柿の種の塊なんですけど、タイトルとか特に書いてないな。柿の種でしょこりゃ。まあでも確かにこの辺りだったら鮎なのかな。岩流す、長、なんて言うんだこれ。岩流れ瀬橋。しまった柿の種。柿の種。だってこれもうどう見たって柿の種ですけどね。社屋の、あの、あれみたいなやつですよね。あれみたいな。ん？振られます？同じこと、やっぱそう思いますよね。この形で我々が馴染んでいるものと言ったら、明太子もなんかあんなにシュッとしてないです。あのシュッとしてる感じは柿の種です。バナナかもしれない。バナナ、なぜここでバナナ。雨はでもなんかそんなに近くに来てる感じに見えないですよ。おう、シンさん、 SIN のシンさんだったら知り合いかもしれない。あ、カエルだ。カエルだよな。袋っぽいけどカエルだよな、あれ。あ、よく見たらここいっぱい置いてある。ロボさんの方に山雲さん、うん、来てます？ 30 分、意外と近いな。三国山北か。本当にあのシンさんかな。サーフェスはサイズどうですかね。
私が持っているのより小さいやつは多分ないと思うけど、まあウエストバッグに入るぐらいだったら。これがカエルで、カエルさんこれ猿なんじゃないかな、多分ちょっとシュッとしすぎてるけど猿なんじゃないかな。でこの先にもなんかいくつかあるんですよ。これフクロウですね。なんかお猿さんがやたら素直くて、あでこれは日本犬ですね。あそういや特に明日の予定まだ考えてないんですけど、あこれは評価？女性に猿とか失礼ですよ。女性に猿？今の女性？でまたフクロウだ。フクロウ人気あるな。あこれすごい馬。しかもこれは一体化して切り出してあるんだよな。この馬はかなり工作精度高いですね。毛袋、これは鶴じゃなくてダチョウだよな。この足の太さは造形上仕方がなく太くなったんじゃないよな、きっと。茅ヶ崎、あ、そうです、その新さんですか。じゃあ私の知ってる新さんだ。猫、野球私苦手です。チェーンソーアートだと思いますね、多分。ダチョウさんと、あそこ猫なんですけど、ちょっと放送的に厳しいかな。クマかな、豚かな、クマだよな、きっと。マスカバコ。あそこ、雨の方かな、シンさんかな。900メートル、マジで。あ、カモの首が、落ちてる。900メートル近いな。急がないと。わあ、やばいやばい。新さんに追いつかれる。やばいやばいやばい。やべえ。こんにちは。相性。なんて言ってたっけ。ハエトリグモ号だっけ。こんなものに関心を示すのは小学生からのさんだけだ。小学生、そうだろうか。今がロードドリンクですね。これは川渡ってから左に曲がった方がいいかな。やべえ、あの橋渡った方がいいですね。やばいやばい。先の橋渡ってさせ、渡ってですね、ですね。隠れましょう。隠れる。隠れる場所がない。どっかないか。この辺り直線だからもう視界に入ってんじゃないかな。デュラハン号。あ、見えた。しまった、もう逃げられない。雨降ってるの？いや、まだ雨降ってないです。ドキドキ。今後ろに見えた、黒い人が。サイクリングロード、この辺りからかな。やばいやばい。ファミマ。タケルダッシュ。タケルダッシュ。サリー。ああ、来た来た来た。ルート変えて。もう視界に入ってます。だからどっかで魔法のように消えないと。とりあえず川沿いに行ってれば構図のあたりつきますよね。まあ、あと 20〜30メートル。そういうのも大人げないかな。今ここ出しながら隠れるって、わらわら。いや、出しながらでも、あの近距離だったらそんな精度上がってもあんまり
北に入れますかね、どっか。追いつかれた。ご無沙汰してます。黒い、黒いですね。今日はたまたまこっちだったんですか。家から出てきたんですか。え、自走で、自走で。新松田までは。あ、新松田まで。ただもう大野山下ってる時に向こうに降り始めたから、ね、全然追いつかなくて。お、犬、犬捕まりました。じゃあちょっと前に出てもらいましょうか。ちょっと今通常配信のあまりなんですけど、ちょっとじゃあ皆さんに見ていただい、自転車を見ていただくために、自転車等を、自転車とあと上に乗ってる人とかを、この人でシンさんで前に出して、私はさっとどこかに逃げるという選択肢もありますね。なんか右足首食われてますね。右足首血が出てませんか。こんにちは。雷様、いや雷様も来てると思いますよ。近くに。新さん久々ですね。なんか赤いですよね。下ってる時にあれです。ちょっと普通のルートじゃないところに近道に下ってきた。どこ通ったんですか今日。なんか変な。今日自転車じゃ下んないだろうっていう、なんか変なルート下ってきました。今日なんか山に行ったんですか。あのロボさんが大野山行ったの見て、途中まで追っかけてって、でもロボさん上から下り始めて、あの車道の方のルートから下ってった向こうの。ああそうですね。そう、で そっちのルートから。あ、じゃあ本当に大野山のところですでにもう来てたんですね。だってあのあれ、あの飲み物飲んだツイートを見た時、電車に乗るかっていうぐらい。うわぁ。あそこなんか自転車のオブジェじゃなくて自転車なんだろうけど、広い自転車が。放送だと見えないかな。左入れるよ。ん、左入れる。あ、リンゴ園の建物のところの、リンゴ園ってどこでしたっけ。ボクシングジムがあったじゃないですか。あの先に、あの右側になんか廃墟になったリンゴを売るでしたっけ、ありましたっけ。はい、その先の登り道がよくこんなところに残ってくるなと思って、あ、今日私が通ったところですかね。そうそうそう、だんだん登りましたよね、あそこ多分。そうですね、まあマウンテンバイクだし、ギア比がめちゃくちゃ低くできるし。なんか左に入れるっていうのは川沿いに出られるっていうことですかね。土手のどこに。土手この辺りから行けるってことかな。いや、行けない行けない、これ違う。向こう側の、今人が走ってますね、あの辺り。あっちの方かな。この砂利道は多分違いますね。ちょっと今ここから行けなさそうです。うん、まあとりあえずこれ行きますか。うん、足に、え、止まってるだけですよね。端末落ちてたりしませんよね、まさか。端末が落ちててそこで位置情報発信したりしてませんよね。あ、じゃあちょっと休憩しますか。なんかかなり顔が今赤くなってるのは、あ、単に多分全速力で走ってきたですよね。いや大丈夫ですよ、ね、大丈夫ですか。はい、後ろ走ってる。さっきまでは246で車と競争だったんで。うわぁ。下りだと。246の振動の方ですか。え、急動じゃない方ですかね。そうですね、みんな今使ってる方。あそこは急動使ってたらロボさんに追いつかないな。なるほど。シンさん、246の振動の方で猛スピードで走ってきてたらしいです。恐ろしい。あの246を使うなんて。これがメディアの新車ですね。あ、そうです、マウンテンバイク。いや、シンさん放送してしたことは確か、私が知ってる範囲だとないですね。シンさんは秦野さんに先に会ったんだったかな。で、秦野さんと一緒にシンさんとも走ったのが、初めて走ったのはあれの時かな、相模線沿い走った時かな。一緒にかき氷食って、まあだいたい4年越しぐらいですかね。
水路の水すごいな。で今日はなんかこの辺り雨が結構来てるらしいんで、後ろの方はやばいですね。黒いですね。ちょっと丹沢湖あたり来てたらちょっとやばいかもしれない。うん、矢吹市の辺りももう降ってるらしいんで、いや地層ではなかったみたいです。多分山北駅からかな。はい、山側はもうみんなダメです。ああ、そう、向こうの方結構雨エリアあるはずです。で今日は神津あたりまで行ってから輪行しようかと思ってます。海星のアジサイルート上にあるかな、近いかな。1時間後か、まあ大丈夫ですかね。あ、そうだ、そろそろ GoPro はメディアいっぱいになるんじゃないかな。あれ、ロボさん、なんでスタンドつけてんですか。あのせっかく買ったので。でもまあこれは長期ツーリングの時に持っていくぐらいですね。やっぱ取り付けは多少めんどくさい。といっても結構役に立ってるな今日スタンド。やっぱスタンドあると便利ですよ、いろいろと。パニアバッグつけてってヘニャってなりませんか。変えられます。一応フレーム近づけなんですけど、どうですかね、様子は見てないんで。あと今日は荷物軽いです。ディスクブレーキどうですか。いろいろめんどくさい。めんどくさいですか。輪行の時に気遣わなきゃいけないのが。あ、確かに輪行考えるとめんどくさいかもしれないですね。で、あとあのブレーキとか、ブレーキじゃないや、キャリアとかといろいろ干渉するんで。あ、アジサイのスタートってこれか。なんか海星のアジサイ見ていけみたいなコメントがあったんですけど、アジサイの里ってこれですね多分。あ、その道のことかな。あれのことですかね。一応会場もあるんですけど、あ、まあちょっとそっちの方通っていきますか。なるほど。あとこれ放送が切れたのか、コメントが来てない、あのコメントが読み込めてないのか、単にコメントがないのか。電波あるよな。砂浜はあれですね。え？物見高いというか。なかなか。あ、こういう情報がですか。よく知ってらっしゃる。あ、テス。あ、じゃあ普通に来てますかね。人はこれですかね、アジサイ。ちょっと微妙に遅い感じです。うん、向こうにちょっとありますけど、これがメインなのかな。運転してきました。運転いらっしゃいました。2人の世界を邪魔したくないんだよね。物売ってメイン会場みたいなのも確かどっかにあったんですけど、ね、その屋台が出てるようなところが。そうですね、露天かな、ああいうのは。まあじゃあこれ沿いに。確かにいる。大根山の方がはるかに鮮やかですね、こりゃ。遅いですよ。先週の見頃だったんで、山の方だとやっぱり気候がまだちょっとあれなんで、遅い。ツバメが結構あそこにいる。箱根登山綺麗、まあ、あたりのとことかも今頃いいんじゃないですか。ロボさんはこっちです。いらっしゃいませ。なぜか急に向かい風になったな。鎌倉とか大勢は先週あたりが一番見頃だって。結構アジサイって期間短いんですね。あとは朝早くないとやっぱダメです。あ、今日は誰と一緒ですか。今日はさっき新さんに追いつかれたとこです。バイクフライデーの新さんです。ちょっとなんか勤めてるみたいだな。あ、この晴れ間と曇ってるところがまだらになってるところが、なんかアジサイが。
今日は40キロも走ってないかな。10足す20足す10で、まあ40キロぐらいかな。Android 配信なんですか？いや、今日は PC 配信です。Android 配信はマシンパワーが足りないのがいまいちでしたね。なかなかそのバッテリーのためにあそこまで割り切ることができるかどうかあんま自信がない。まあ、今まで通り一泊テント、あの長期ツーリングで一泊テント泊まったら次の日宿かな。白いの。うん。あ、左側にも白いの。あの紫陽花ですか。はい、あれ多分白いですよね。もうちょっと汗に。真っ白いやつ。オーバイクフライデーですか。そう、バイクフライデーです。クハス KHS ですね。なんか KHS というとブルホンバのイメージ。ロボさんには関係ないですが、うん、ここはサンカレアの聖地です。サンカレアはなんだ、アニメかな。おっと、ちょっと危ないか。あ、すいません。彼は最近アニメの聖地巡りがあのガルパンとかで成功例としてなんか盛り上がってますよね。まあ私はみんなあの大勢の人が行く前に行ったけどな。いや、もう結構行ってた。かんときボイミちゃん、あのアンドロイド配信だとボイミちゃんの調整も難しいですね。皆さんにはうるさく聞こえてしまう。本当に、ね、機種によっていろいろと違うみたいなんで、あの安定して綺麗に配信できる機種っていうのがあるじゃないですかね。正規産業番台。正規産業。なんか今あの大洗町はかなりやりすぎてる方向に行ってんじゃないかってぐらい、あのものすごくやってますよね。見てて不安になるぐらいやってる。ニコ動の動画とか見てると。ああいうなんかマニアックな人はあんまり自分と同じになってしまう、自分がやってるようなことと同じになってしまうと、それはそれで反発があるんじゃないかなと思うんですよね。でも多分そのあたりはかなりあの距離の取り方を研究しながらやってると思うんですよ。で、最初の方のあのバランスとかが絶妙だったんで、この枠で、いや、一応構図につく。ん？朝ドラ。うん。で、待機です。ん？スマホ、iPhone は4を買ったのはいつだっけ？ 3、4年ぐらいですかね。もうちょっと前かな。でもってやっぱ iPhone は、iPhone だな。すごいよな。あっちの道行けるのかな。これは健康ウォーキングコースいいのかな。これ走ってスマホは卒業してタブレットです。タブレット、私タブレットサイズになると、あ、大丈夫ですねかな。あ、大丈夫だ。こっちからも行けたか。自転車配信じゃないと通れないな、ここ。配信じゃないと、まあ、車ありなですね、今のところは。卒業してって電話はサイクリングロードに合流。 Z さんと走った道に出ます。 Z さんと、あれ、こう Z さんと走ったっけ。この道は Z さんと来たことあったっけ。電話はガラケでよい。やばいですね、あの感じ。
カラスがまた逃げるの武装してやがる。あの山の上あたりがかなり降ってるっぽいです。降ってるというか、もう雲に完全に隠れちゃってますね。あの山は何山見てるんだ。ん？お、これはフィーチャーフォン少なすぎるよね。フィーチャーフォンってどの分類なんでしたっけ。おお、細い細い。フィーチャーフォンっていうのは秦野さんじゃなかったっけ。あ、ここですか。秦野さんと走ったことありますね。そうそう、秦野さんと走った時はこの前どこ走ってたんだっけな。あれか、左峠から下ってきた時か。この間左峠であのホイコロを作った時だ多分。あとは神津駅は川の反対側ですよね。どこで渡っておいたらいいかな。まだ先で渡れるかな。でしたよね。まだ先でいいか。ガラケーのうち後期のあれかガラケーの。あー、ね、スマホとは違うんだ。先でしたね。うん、そうそう、花野さんとはこの間、去年か今年だっけ。今年だよな確か。なんかドラムの練習してました。ドラムセット、あれは。そうだ、審査の写真撮ってないや。新さんと合流した証拠が残らないとこだった。ドラムの人は5、6年くらい前からいます。5、6年、あ、さっきの人ですか。車に積んできて、なんか車の後ろそのまま置いて練習してましたね。5、6年やってんだあの人。お、結構なタイヤ。確か前秦野さんと来た時にはあれあれあれ、梅何梅園だっけ、蘇我梅林だ、この辺りをちらっと通りましたね。あ、3分。まあ次枠ぐらい取って多分おしまいですね。登るのか。いや、登んねー。前からいた。あ、3分くらいです。フィーチャーフォンって従来型の携帯電波を指す言葉だと思う。うん、フィーチャーフォン。あ、まあとにかくあの折りたたみのあの形がおイメージすればいいんですかね。明日はまだ無計画。え、蘇我梅林アイス屋ありましたっけ。神奈川あたりでおすすめのコースはありますか。神奈川あたり、峠だったら私は左峠を押したいんですけど、まだ終わらないでよ。そう、サイクリング的な道だったらどこだろう。神奈川県で多分横浜周辺の人ですよね、人口的に考えて。どこかな。とりあえず景色的にすごくはないけど、鶴見川沿い走るのはまあある程度道がつながってて走りやすさはまあまあだと思います。私の好きな道ってもう峠ばっかりなんで。神奈川の海の方はちょっと難しいところありますね。海沿いの道だけでつながっているわけじゃないので、一部車道入れなきゃいけないですからね。その車道がいまいちなところが結構ある。アイスは小田原牧
小田原牧場。メガネ欲しいですね。とりあえず時計だけでもいいから、まあ、時計が表示できたら他のいろんなことができるな。で、Google グラスがそれですよね、今は。自転車で携帯、イヤホン管理禁止、富山県警。富山県警、おお、やるか。やりますか、そこまで。鶴見川ですか、行ってみます。鶴見川はまあまあかなと思います。まあ、多摩川のちょっと細い感じかな、多摩川より。鶴見川はそうですね、源流あたりがまあまあ面白いかな。でも知らずに事前情報なしでたどるのはなかなか難しいと思います。おつでした。あ、お疲れ様です。終わりですね。では次枠は一応取ります。 FMAD 復活させます。おう、GoPro もそろそろ終わりのはず。おつでした。お疲れ様です。 GoPro3 はファームアップでもう完全に大丈夫になったな。よし、じゃあどっかで枠取ろう。結構周りが暗くなってきてる。お、これどう行けば。これか。やった。おお、マウンテンバイクにフロントバッグ。今6時間枠が終わったので、はい、ちょっと1枠取っていきます。あと GoPro もそろそろメディアいっぱいじゃないかな。あと1分半でした。すごいですね、分かるんですね。ちゃんと表示されます。で、ああ、こんなところで止めて配信のチェックができるなんて。インフォンでも邪魔じゃないですか。外すんですか。外します。ボルトインフォンでやるできるので。ゴープロ交換して、じゃあ一旦停止。
は自分で荒く切った後店で切ってもらいました。これ油圧なんですね。ええ、でこれが長いんですよ。でもこれを短く詰めるためにはそれなりにまた大変なので、ワイヤーだと一回ワイヤー抜いてスパッと切っちゃえばいいんです、ね、そう、油圧めんどくさいです。あれ一応ワイヤー抜きのタイプもあるんですけどね、うん、でもシューマンのやつはこの時パッドが出せなくてなるかも。あ、そうですか。このサイズでは、なんか挟んでないと思います。最初からついてた太いやつの方が軽いんですよ。軽い。はい。シワルベマラソン重すぎ。なんかレース用とかで結構軽量みたいなやつはあったかもしれないです。ふう、お待たせしました。あとGoPro の方のメディア交換とかいろいろやってて遅くなりまして、これは通常枠です。FMLE で行きます。OK。うん。高津駅まではあと、の前にまず雨チェック。あ、ハドンさんいらっしゃいませ。雨はあまり近くには来てないな、まだ。今は、道志村のあたりを雨が行ってるな。ようございます。ここから高津まで何キロだ、これよくわからんな。現在地を出して、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですね、今のところ。ちょっと高津駅までの距離を確認します。長押し、ここへの道10キロくらいか、そこそこあるな。あんまり川沿いばっかりだとあれなんで、どっかで、この先曽我の方に渡るかな。電波どう？電波はそこそこあると思いますよ。適度にあると思います。三つ橋、もうそれ一番あの南側の方ですかね。そこまで行きますかね。いらっしゃいませ。10キロだから30分じゃつかんな。そう、マウンテンバイクです。やっぱりフロントサスペンションがあるといい。雨雲、4、50分ぐらいかな、10キロだったら。いや、私だっておさんだけれども、まあサイクリング道正式にはそうじゃないんでしょうけどね。歩いてた人に抜かれてたんだ。はい、さっき歩いてた人に抜かれてたんだと思って。あ、そうでしたっけ。はい、今は高津駅から10キロぐらい北のあたりですね。坂川サイクリングロードですよ。あ、今これ坂川のサイクリングロードって名前ついてるんですね。おう、またちょっと晴れてきました。日が出てきました。後ろ北高校か、ん、後ろ北高校、ここです、ん、ここです。坂川、あ、この辺りは結構自転車で、うん、通りやすいところです。坂川って、ドクンナハスキャンプの川だっけ。ドクンナハスキャンプ、なんか
流されたとかそういうやつですかね。暑いですか？いや、全然暑くないです。風がとても涼しいです。それは黒倉川。黒倉川、え、今ここが、黒倉川って、あれ、黒倉ってどこだっけ。丹沢湖の右の方になかったっけ、黒倉。どんな数は山下の山ん、どんな数、16時40分。あ、事件の話か、事件がどこであったかの話か。丹沢でしたよね。え、あのとこで黒倉林道とか確か通れないとこがあるとこでしたよね。うん、そうされてます。途中ちょっとあの川のから少し離されますけどね。川から離されるロボさんが見たいな。さっき離されましたよ。川から、川を流されたことは、それ近いことはあったな。この道通学路だった。なかなか快適ですよ、ここは。ぶつからない。ぶつからない。結構先輩も最後に人。ん？私が？前の人。御殿場は、いや、これは逆方向ですね。前の人はそうですね、50代ぐらいかな。速度がすごく微妙に近いんで、今抜こうかなと思ったけど、ほぼ変わらないんで、そのまま後ろからつけていくことにしました。おお、なんだありゃ。中今すごいのすれ違ったな。なんか今すごいのすれ違ったな。今の放送的に大丈夫なんでしょうか。今の放送的に大丈夫ですか。放送的どうですかね。いや問題ないでしょう。なんかはみ出したりしてないから。うん。おう。しかも奴らは今少し追い風のはず。なんかちょっとインパクトのある連中とすれ違いましたね。だから言ったでしょ、人間だって。この辺りが前の人はすごくなんかあの回転数は低いんで、あの高トルクですね。明日予定は何もないです。まだ何も決めてないです。行く場所のストックも特にないしな。今明日おにぎり食いに来るってあるか。うん、スパバイリンか。まあ今バイリンは、うん、一泊しないの。この辺りというよりも神奈川全体が絶対ひどい。ストック、そんなストックがあったりしますかね。回転数、回転、回転数、経電数という滑らかな変遷が。お、お腹だ。すごく色は綺麗で形も優雅だけど、鳴き声がなんかギャーギャーした感じのやつじゃなかったっけ。お腹、お、いってらっしゃいましたか。いや、小田原様は、まあ、特に泊まるつもりはないです。着替えも何も持ってきてないし、充電器も持ってきてないから明日配信できないし。ケイデンス、湿度はそこそこ、いや、ジメジメはしてないですね。今まで、あの橋か次の橋で渡らなきゃダメですね。次の橋かな。いや、あの橋渡ってもいいかな。どうしよう。
ん？何市民の森？新宿市民の森。ケイデンス。前の人は知らない人です。トルカーの人に。さっき追いつきかけたんですけど、さっきから気を抜いてたらなんかだんだん離されてました。おー、この辺りも紫陽花が、おー、20キロ運動になりますね、バッチリですかね。でも私よりもだいぶトルク高いです。そうか、ずっと映し続けるの良くないんだよな、こういうの。あー、あまり良くないな、好きじゃないな、そのポリシーは。まあ危険回避っていうのはあるんだけど、ソミ、こういうやつですかね。散歩風景。あの橋かな。ん？何地球？結構人いますね。だから気をつけなきゃ。この車の影とか。これいけるかな。赤と白のなんていうんですかね。いけますかね。もうなんかだいぶ私も気を使わなくなってきてる。砂利道です。売店は今日はやってなかったみたいです。たまたまなくなったわけじゃないんですけど、土日であってもやってない時があるらしい。多分やってる人の都合により。こんな道、まあこのぐらいだったらクロスバイクとかでもまあ大丈夫でしょうけどね。タイヤスリックです。シュワルベマラソンっていう頑丈で有名なタイヤです。おう、ん？集落？ん？ドッキリさんいらっしゃいませ。この間もお名前聞きました。まあロードバイクだと走りたくないとこですよね、ここは。走ってないかどうかは別として。別で、ん？何の練習？次か。マラソン、こんにちは。もう V ブレーキ新規に買ったりはしないと思いますけど、チタンフレームを溶接とかで直してもらうことを本気で考えるかも。マラソンタイヤ。これはあれ、向こうの橋でいいかな。こっちの橋じゃなくて、この先橋渡るためには、なんかそうですね。あれ、向こうの橋は有料じゃなくないけど国道か。あれできればここで渡っときたいですね。失敗したな。上がる場所ないですね、どう見ても。向こうから上がれるかどうかですね。とりあえず先に進む。レーム、まさかあれひびが入るとは。人がでもどこから降りてきたんだろうな。全然さっきから柵が、あ、このここか。これ行けますね。ねえ、小田原道路です。小田原道路、そうでしたね。あの人は地元っぽかったって。あー、登れねえ。担がないとダメだ私は。
うわ、よいしょ、20インチは、これ20インチですかね、これですか、24?20?20 の451っていうタイプ。451っていうのは幅ですか、多分正確には22インチぐらいあると思うんですけど、20インチってそのリムのタイプが WO の451ってやつとマウンテンタイプと同じ、ね、HF の406って2タイプあるんですよね。同じ20インチで、そうです、めんどくさい、わかりづらい。でちょっと451の方が直径が大きいんで、実質22ぐらいあるんじゃないかっていう、2弱ぐらい、わかりづらい。で24っていうのもありますよね、 MR4 とかもそうだし、持ってる MR4 の、あれホイールないんですよね。ホイール、そうですね、タイヤは確かあったけど、小径のロード、ブルフ、あ、ロードですね、ドロップハンドルだから一応ロードになるのかな。向こうに渡っといた方がいいかな。そう、ミニのベロシティなの。あ、ちょっと接触悪くなってる。光の柱があれなんて言うんでしたっけ。あ、分かれね。行きますか、こっちの方。なんか弓上げが小さくなった。よいしょ。先ほど、ダメな、ほとんど聞こえなくなってる。ちょっと渡ったら調整します。引かれるかもしれないですね。雨来てますね、やっぱり。今この場所は晴れてるけど、イベント冗談じゃねえ。これしばらく向こうに行ってから右に降りた方がいいかな。雷系、黒い雲なんかそんな感じですよね。逃げる逃げる。無理だ。あ、ですかね。もうちょい先かな。 iPhone が、私は iPhone5 を8万ぐらいポーンと出して買いましたよ。その代わり月々の維持費は数百円だっけ。見られる、またか。あの細い斜めの線があるな。これ確か前通った水道道路みたいなやつだったっけ。話せれば、バックや、止まった。どこだ。小田原はまあまあそこそこです。普通です。いや、町自体よく知らないんだろうけど、あそこん、何を見たい。 iPhone5 キャンセルが0円でした。0円、この辺りからなんか細い道があれかな。あ、ちゃんと取れるな、これ。新しい何の実力。ちょっと静かになった。サンピラ見えた。おう、いいです、すいません、まともに聞こえない。読み上げがなんか接触のせいなのか小さくなってる。田んぼの真ん中に突
んと気になったのは何だったんですか。なんかありましたっけ。見てなかった。ライト買い替えたの。ライトは買い替えました。さっきのところん塚かなんかがあるのかな。あ田んぼの真ん中のところに木が何本か生えてる芝みたいなとこありませんでした、ね。ああ、じゃあお墓系ですかね。もういいです。いいです。もういいです。もう分かりました。ちょっと。この道は水道道路かなんかですかね。まっすぐすぎる。引っ越。お、パン屋さん。へえねえ、あ、子供たちですか。そうかな。誰がゴミ捨て見てなかった。うん、いや、野菜ニンニクさんじゃなくて、シンさんです。野菜ニンニクさんは、あれはなんだっけ？緑色の何かだった。野菜ニンニクさんは緑色の何かだった。シンさんです。あ、城下町ですね。クロスでしたっけ？野菜ニンニクさん。そう、緑色のサムシング。素敵なサムシング。ん？カメラがギッとなった。向きがどうかなったかな。いや、大丈夫っぽいな。なぜかマンホールの蓋が寝たから。これは厳しいかな。それ何それ。これは長くなりそう。値上がり？円安でかな？違うの？円安のせいか。あっと、これどっちだ？うん、6時にはもうとっくに終わってますよ。もちろんです。これか。てか、そこ振り返ればこの道がどっちがまっすぐか分かったのが一目見て。このまっすぐ道の由来が気になる。水道道路だったらどっかにそういう表示が出てるはずなんですよね。ですね。ですか。あ、やっぱ導水管保護のため重量制限とか書いてあったから、やっぱそうだ、これ水道道路だ。今導水管保護とかなんとか書いてありましたね。水道道路ですね、これ。あ、これ水道道みたいです。ええ、なんか導水管保護のため重量がどうとかって書いてありました。おお、細い細い。ああ、これだ、導水管。
あ、今の車ギリギリでしたよね。あれは多分猫のひげがなんか生えてますね、車体の左右に。で、これはそういえば神津駅の方に向かってんのかな。導火水導水管が今橋の横にありましたね。どっから来てる導水管なんだろう、これ。周りの空がだいぶ不安になってきた。でも、もうそろそろ海かな。うん。左斜め。あ、了解です。左斜め前どれだろう。結構左斜め方向に向かってるんですよね、この道自体が。ってことは途中から西に向かうわけか。てか線路またいだろ、もうそれで。あれ新幹線か。新幹線の向こうに、あれこれ真南が神津駅かかな。これ何駅だ。鴨宮駅。神津じゃなかった。違いました。これじゃないですね。こっからはこっちに行けば鴨宮です。鴨宮じゃなくて鴨宮なんですかね、あれは。ずっとこの道、太い道に沿って左に行けば、だいたい、別に鴨宮からでもいいか。神津駅はそんなに輪行しやすくなかったんで、鴨宮行ってみましょうか。なので、どれだ、その道、鴨宮駅から輪行してみよう。神津駅はそんなに輪行パッキングしやすい場所じゃないんで。3分か、鴨宮駅まで着くかな、すぐ近くだし。いや別にそうか、パッキングを見せればいいか。カゴ付きでサイクリング、いや全然危険じゃないですね。こっちの細い方入るか。これ上のが新幹線で、南口はありがとうございます、ナイス情報。じゃあ線路渡ってしまった方がいいですね。持ちじゃない、まちまち。前かごは便利だと思いますね。パッキングは輪行しにくいだけで。かごだ、輪行するんだったらかごじゃなくてフロントバッグですね。これまっすぐで線路渡ったら南口かな。この辺り神津駅よりもだいぶ海で夕日、前月見たことあるの。あ、すいません、まだ夕日早いな。今4時半か。そう、ここは輪行を考えなければ、輪行をやればできるかな、カゴ付きでも。あ、北口出てしまった。南口に出るためには、あ、でも北口も結構広いですね。あ、ここでも十分人が少ないから、こっちの方が輪行的には有利かもしれない。うん、この道ありますよね。今日40キロぐらい走ってきたかな。そんな走ってないかな。じゃあこれでとりあえずは到着、パッキングして帰ります。
キングはどうしようかな。どっかにカメラ置いてやるか。いや、カモノミヤは多分私初めてじゃないかな。お疲れ様です。とりあえず私は炭酸飲みたい。炭酸飲みて。パッキング、そうですね。じゃあ一旦ここで放送はちょうど今区切りなんで、一旦飲み物買ってきて飲んでからパッキング配信一枠だけやりますかね。うん、じゃあまた次枠少し後になります。とりあえず飲み物飲みます。ではお疲れ様です。じゃあちょっと飲み物飲んでから、それがあるからもうちょっと向こうがいいですかね。あ、大丈夫かな。まだ走れそうだから自走しようかな。雨的にどうかわかんないですよ。まあ大丈夫そうですけどね。いや、ただちょっと向こう怖いですけどね。あれですよね、タイムショット見ればもしかしたら映、そうですね、パサッと映ってるかもしれないですね、うん、いや、取り出しやすいと思うんですよ。ただサイズが合うのこれしかないんで。この下のやつを買っちゃったら結構キツキツなんですけど、ああ、どれがぴったりだと思うんですか。カメラはキャノン の、 あの無線ランがついてる S11 の、 あのキャッシュバックがあったんでプラさんも買ってましたけど、安くなってるのに5000円返ってくると思って買ったら、5000円はなかなかでかいですね。カメラバッグとか買ってたら結構お金かかってあんまりキャッシュバッグ意味ないと思うよね。
大丈夫でしょうか。炭酸オランジーナ買ってきました。めちゃくちゃうまい。ちょっとこれは読み上げを iPhone で読み上げるようにした方がいいかな。カメラから離れるのでちょっと待ってください。で、シンさんはなんか自走で帰るとかいう話をしてました。接続してちょっとお待ちを。で、コメントで5757 よし、これで。あれ、オランジーナ今ちょっとお見せしますので、これで読み上げできたかな。そのうち肉体から出てるケーブルは何本？そのうち肉体から出てるケーブルはないわ。じゃあこれで、とりあえず乾杯。いらっしゃいませ。炭酸うまい。うん、いや、炭酸最高です。じゃあ、ちょっとそこら辺にカメラ置いてパッキング配信でもしましょうか。不安定だな。オランジーナうまいですね。じゃあ、私の声はあまり入らなくなります、遠くなって。では、角度的にこれもうちょいか、こんなもんか、このぐらいですかね。角度的にはもうちょっと離れますけど、うん、明るい表示マジで。画角的にはどうですかね。ちょっと、ちょっと PC 見た方がいいか。これでまあ少し離れりゃいいか。シンさんは花輪校ではなくて、花輪校ってなんだ。シンさんは自走するそうです。おっと、まで盗んでいくなんてそんなに欲しいかって思いますよね。箱根峠、箱根峠は車多くてあまり好きじゃないです。この辺りが海星町のあれですよ、ね、足柄峠登るのがいいですね。海星町、あ、足柄峠ですね。この間ロボさんのサイトを参考に登っていったんですけど、ええ、まあ、なかなかエグいですけど、エグいですけど、ね、まあ、あんなりはそういうことじゃないですけど、さっきのがあの EL5、あれ570かな、 EL570 っていう明るいライトです。雨が降りそうなんで、私はさっさと解散します。スタンド外すのか、コンパクトはなんだろう。
です。それが目的です。あれ、スタンドつけてるのか。そう、スタンド、スタンドはぶつけ出し外れるよ。コンパクトなのに必要なものだけはちゃんと用意してる。当たり前でな。自転車買い対象。キャリアは超ネジ止め。この時あのロックアウトレバーが下に当たってます。情報8対25位にランクインしました。バックドロップ系 DKR。 あー、これは干渉してる。前の自転車の倍くらいかかりそう。てなみんな。はいけど、つけるときに少しコメントです。これも違うからこう出したいですね。折りたためるやつがいいな。聞こえてないな。あ、そこそこ聞こえてますよ。また JK いた。またか。女の子通りました。10キロ以上は重いですよね。10キロ以上はまあそうですね。前のチタンマウンテンバイクで V ブレーキのやつあれ 10. 何キロぐらいだったんで、やっぱり2キロの差感じます。今、後ろの女の子ばっかり見てやがるな。あれが黒い雲が今、かなり近づいてませんか。あ、これはでも雨降る雲じゃないです。もっと向こうですね、雨。これ違いますよね。これ違います。見てわかるもんなんです。さっき雨降ってたんで、あ、まあ、レーダーに映らないやつがパラッと来るかもしれないですけど、うん、ブレーキはそんな重くないですけど、あ、いや、どうだろう。総額10万ちょい、10万前半かな、後半かな。
多分ありますあります。エンド金具。エンド金具がちょっとこのキャリア取り付け開花するためのネジと干渉して完全にはまりきらない。ここ。V ブレーキの方がいいかな。これをこう抜けようとするとちょっと、あ、それそっち側にやっぱそんな出さないとダメですか。いや、出さずにもっと短いのをなんとか見せてするか。もしかして暗闇の中で解体する練習をしてるの？そんな変な練習はしてない。書いてある位置すげえずれてる。あ、これですね、サドル位置。これね、これが横方向からの力で歪むのが怖いんですよ、ね、やっぱ結構重たいんですね。重たいです。ホイール絶対バーベックの方が軽くないですか。ですね、うん、前のマウンテンバイクだったらもっと早くできる。なんか謎のゴミがついてる。12キロは軽い方ですね。この自転車ならまだ軽い方ですね。これ以上から陸しようとすると多分、まあ、階段を乗ったまま降りるような気がはしない。行かなく。多分は向こう怖くて使いたいです。じゃあ今解体できないのか。何の解体ができない。シャーシの解体はできない。シャーシってどういうことですかね。フレームのことを言ってるんですけど、タブだったらバラしたことありますけど。まあ、これはあとで見れるんですけど、あ、そうだ、あと今回肩パッドで痛みを和らげるためになんかこのなんて書いてあったっけ、これバリバリ、ですね、ジェルトロンっていう名前の効果が高いという肩パッドをアマゾンで買いました。で、まあやっぱりそれなりに表面、肩の表面は痛くなくなりましたね。肩の筋は痛くなるけど、ジェルパッド、ジェルトロン。天ぷらそばを食いました。天ぷらがえらいたっぷりで。良かったですね。今日の昼間の面白かったですよ。上ですか？上の、ああ、集落のあたり。集落であるように、工房牧場の、牧場の入る一番最後の集落。まさか今日おにぎりを食べに行こうと思ってた内見ですか？あれ、埼玉で無添加ケーキ配信してた人だった。無添加ケーキ配信する前に聞いた。輸血してうまいとにもつなるとずらすぎる。ケーキは私じゃないですね。誰だろう、ビスケットだったな。キャンパーマルメッシュやな。これぐらいかわいいんだよ。銀行のことなぜか鼻が凍る。僕は違うんだ。俺何で宅急便まだ利用したことないですね。できるらしいですけど。というわけで、本当はさらにこれ今カメラがついてるヘルメットも中に入れるんですけど、まあこんな感じです。銀行袋、あ、いや、教育ってこれiPhone の方の読み上げの話なんですよ。 iPhone の方は教育できないので。というわけで、じゃあ今日の配信はここまで。10分、電車の時間まだ見てなかったな。うん、じゃあそういうことで今日はこれで帰ります。
この時間が払えば今日夜振り返り配信できるな。教育コマンド、いや、あの今問題なのはですね、この教育の方なんですよ。なので、まあ、普通にパソコンで配信してる分には、ちょっと早かったな。